根本淳香奈川県藤沢市久下沼生まれ東京都、文京区在住。ラリードライバーインストラクター自動車、生活探求課元、文京区区議会議員、衆参議院政策秘書日本人、テメカップ横田木一郎監督、として初挑戦したパリダカルラリー出場13回、感想6回テレビ取材など、世界55カ国を体感、実感、共感。 大地に寝泊まり、人と自然に接してきた中で砂漠化、温暖化、飢餓など地球規模の環境悪化を体感した、実践派19歳からラリーに参加し、大自然と対峙し己とパートナー、そして車との三位一体を求める、ラリー競技の魅力にはまり代表のファイブクォーターラリークラブ50年目。24歳で、アラスカから南米まで。 重弾のテレビ取材を契機にプロドライバーとなり後、大陸を走破。1981年に日本人として初挑戦した、世界一過酷なパリ、ダカールラリーに参戦以来、自動車のレポーターや、近年は40年のラリー開催の実績から、ザ・銀座ランエシカルミーティングなどヒストリーカールのイベントを主催している、令和3年9月8日、BS 朝日。 昭和の車といつまでもで偶然通りすがりで出演。ありがとうございます。